1回目はず、1回目はずれ。じゃちょっとずらし、うん、ちょっとずらしたらいい。落とすお兄ちゃん、落とすお兄ちゃんが調整するよね。ケンちゃんは動かないようにする。うん、はい、4回ね、5回ね、うん、5回目。じゃあ入るまでやろうか。何回で入るか。4回目で入りました。はい、2回から目薬は入りました。終わりです。ぬかに釘ということわざがありますが、実際にぬかに釘を刺してみるとどうなるでしょうか。はい、刺してしばらく置いておいてみましょう。はい、うん、どうなるか。はい、蓋してください。はい、じゃあ明日の朝開けてみましょう。はい、明日の朝、朝になりました。ぬかとか栗とかはどうなってるでしょうか。取り出してみてください。見せて見せて。あんまり変わりはないというか、なんか変わったことない。特に変わったこと。色とかは普通に錆びたまんま。うん、だから錆びたんじゃない。ああ、錆びが進んでない。確かになんか、うん、色も変わってない。うん、なんか前よりも黒くなったような。ああ、そうそう、黒くなったよね。うん、はい、黒くなりました一晩で。うん、うん、なんでだろうね。はい、
これにて、ぬかにこぎの実験終了。バイバイ。貝殻で海を測るということわざがありますが、実際に海の水の量は貝殻何個分なのでしょうか。この貝殻で実験しようと思います。メモリカメラに見せて、持ち上げて、ちょっとこぼれちゃったかなと。だいたい 50ml、 うん、だいたい50くらい、はい。海の水の量を調べましたね。はい、約 13.5 外リットル、はい、というとてつもないくらいの多さです。割り算をすると、割り算をすると270外個分配分という結果になりました。はい。